昨年は熊本が J2、 そして八戸は JFL というカテゴリーで戦っていました。今シーズンは同じ J3 というカテゴリーで戦うことになります。したがって過去の対戦成績はなし、今シーズン初めて戦います。それではホームのロアッソ熊本のスターティングメンバーご紹介していきましょう。前節からメンバーの入れ替えありません。それではアウェーバンラーレ八戸のスターティングメンバーです。さあ中山も縦に抜けていきましたが、こぼれたところ、さあチャンスになるか。ここもクリア、しかし佐野からボールが出た。国際折り返してシュートだー。最後は佐野、中にいた佐野がパス交換からシュートを打っていきましたけれども、枠の外でした。黒木から裏を狙う、あここうまくコントロール、北村のシュート、ナイスキーパー。ここは花立からしっかりとセービング、ただ裏へ抜け出して最後はフィニッシュ。序盤福島がチャンスを作っていきながらも一歩のチャンスで抜けてきました。ここ抜けていく、さあ中には佐野もいますがペナルティー入れない、シュート、これはわずかに右にそれていきました。最後は24番の高瀬です。中央ゆっくりとボールをビルドアップしていきます。中に入れるワンタッチ、髪型さあすらしてチャンスになるか、まだある中村太地、シュート正面、最後狙っていきました7番の中村太地、しかしここは山本海斗も正面でした。さあ中、上方遅れて中村、奥には小牧もいますが、あーここはうまく体を張って小笠原、左足のシュート、最後うまくコントロールしてシュート打っていきました。その前に小笠原もよく守りました。今のシーンです。上村一度下げます、サイド変えるか、あ縦の動き、佐野胸コントロール、佐野のシュート、またナイスキーパー。その後まだチャンスある、左足、ここは止める、しっかりとここは守備をしました。決定機作っていった熊本、13番の北村智也に代わって9番の原和樹です。前節は出番がなかったこの原、縦入れる小牧からいいボールが入ってきた、ボックス内、サンダのシュート巻いてきた、惜しくも枠の外でした。しかしながらワンタッチつないで最後フィニッシュ。岡本前を向く、右が空いている、この右を使う、ドリブル黒木から田村、さあ中4人目も入ってきた、クロス入ってくる、原ヘディング、原が決めた、貴重な先制ゴールはロアッソ熊本、原の7試合ぶりのヘディングシュート、このゴールで熊本先制した1対0です。途中交代の原和樹、結果を出しました。今のシーンです。谷尾頭、鈴木太陽蹴り出す、そしてここで長いホイッスル、熊本待ちわびた今シーズンホームでの勝利です。1対0、途中交代の原和樹先制ゴールを守り切って、ロアッソ熊本今シーズンこれで3連勝、そしてホームでの初勝利を飾りました。ロアッソ熊本アウェー2連勝からのホームでの勝利でこれで3連勝です。